で、私すっぴんショールームとか久しくやってないわ。久しぶりですって感じ。電波悪い。リップ塗り忘れたから普通に唇の色が病気。安心してね。皆さんこんにちは。すっぴんです。ごめんなさい、すっぴんで。ガチすっぴんなんだけど、もうやだ。ガチ、ごめんなさい。もう眉毛とかもないし、ここにちょっと肌荒れがあるんですけど、気にしないでください。じゃあ、ライフめっちゃこれ好きなんだよね、私。みんな食べてね。花粉症に目かゆ。寒いなう。アイスを手に持ちながら言う言葉ではない。美味しすぎ。うん、劇場あたり今雨降ってるんだ。カハン大きく動かっか。積もってきてないよ。味噌スープやばい。イニシエの TikTok やん。つ味噌スープ。うん、味噌スープ。ゴールデン終わりたくない。マーボーさん、レインボースターありがとうございます。うん、これもやる。こちらはゴールデンウィーク感がゼロでしたね。え、すっぴんべっぴん、ありがとう。ガチすっぴんだし、加工ついてないから。近く過敏やからアイス噛めへんねんな。いやいや、近く過敏のアイドルやめて。噛めへんねんな。てかさ、さっきからさ、ギフトが透明なんだけど、どうしよう。さなぎくんハートありがとう。電波のせい。マーボーさんもハートありがとう。花粉症やね。山ちゃん、レインボースターありがとう。何のアイスですか。パキパキアイスみたいなやつ。バカ揚げ、ブンブン。水春で見てます。やばい。銭湯やんな、水春。7年後の西生まです。あ、チョコモーナキャッチャー。ミスラの人生の中で1回だけ行ったことあるわ。ありがとう。劇場前、雨の中待機中ですね。本当に申し訳ない。みんな風邪ひかんようにね。最近流行ってるから、風邪。え、もうみんな今劇場前で並んでるってこと？うん。え、ってことはさ、もしかしたらさ、私たちの配信をさ、みんなつけてるかもしれないってこと？そういうことや。え、ちょっと恥ずかしいね。日高浩二、誰もありがとう。マミタちゃんも。そう、T シャツいいね。いいやろ。すっぴん、え、嬉しい。みんなすっぴんにもこそんな優しい。ラーメンが必要です。友人さん、誰もありがとう。ラーメンが足りてないから。え、みんなありがとう。今の人が子供の時の写真、去年の写真、ちゃうわ。ラーメンが必要です。10歳のミソニャ、10歳、10年前のミソニャです。あ、ユージーさん、ハートありがとう。リュウさん、クマちゃんありがとう。それメロン、え、ミソニャ、メロンが果物の中で一番好きやけど、これはマスカット味です。劇場のブンブンちゃんのキーホルダー昆布したね。私さ、ガチャガチャのやつさ、4000円使ったの。なのに私がまとめてたパトカーが出なくて、ほんと悔しい。悔しいですわ。悔しい、ほんとコンプしちゃった。クマノスキさん、ハートありがとう。いや、ギャソリン、いや、ギャソリンはね、必要ないかな、私。ハシーアンがライフ。タツさん、タコちゃんありがとう。タケマルさん、ハートありがとう。微熱やけど大丈夫。いいな、ラーメン食べた。私、お寿司食べました。全部に心配になるけど。まず微熱も心配やし、うんうん、大学サボってるのも心配やし、秋はね、あれやで、余計に体調悪なる菌もらってこんときや。もう最近なんか外出るたびにみんな体調悪化してるからさ。うちの妹もせんねんけど、外出て帰ってきたら風邪ひいてたから気ぃつけてな。ちょっとこれ捨ててきていい？捨ててきていいかな。まあごめんね、捨てて。まみてちゃん、ウインクして。え、じゃあこれ持ちながらさ、行こう。捨てますね。捨てます。ほっ、捨てました。やばい、ほんと肌荒れしてる私ね。普段こんな肌荒れしてないの。みんな聞いて、私はね、もう生まれてからこの方、ほんとに顔とかほっぺにニキビができたことなくて、おでことかも顎とかも。だけどなんか最近すっごい肌荒れてて、ほんとに。でももっと綺麗なんだよ、普段は。あの、ごめんね、みんな。こんなすっぴんショールームの日に限って肌が荒れてんだ。疲れるかな。やばい、歯に当たった。え、近く過敏。近く過敏系アイドル嫌やな。近く過敏アイドルやから。
やべ初見でしたって、初見さんにこんなこんなすっぴんの発熱が全然治りまへん誰がうまいこと言えと、やばい。しかもさ、いい花粉症だからさ、鼻が詰まってんだよね。寝不足ではない、多分いつも10時間くらい寝てるから寝不足ではないんだけど、うん、ごめんね、みんな。メロンが一番美味しいよね。やばい、本当に。ゆうかちゃん、ハートありがとう。ツインじゃない時代があったのもびっくり。いやー、そうやねんな、ツインに目覚めたの結構最近やから。チョコレッかな、ちっちゃい時はポニーテールとかの方がようやってたかな。ヤマちゃん、ハートありがとう。マッチさん、ハートありがとう。でもここだけだから、ありがとう。ここだけ、ヤマトシさん、ハートありがとう。ここがちょっと赤くなってるだけだからセーフで。昨日ちょっとと言いながら長い話、それ以外はね。え、でもさ、見知らぬ人は早くない？1時間15分ぐらいで終わったの。いつも2時間半やってる。綺麗じゃない？いつものビジュアルに比べたら半分。そうやね、ここだけやね、多分いつもより早いねいつもにしては短かった、ちょびっちって感じ。ゆまちゃんの肌の綺麗さ羨ましい。え、本当に。でもここに今できてるよ。でもこれだけ今友達だな。あとここがちょっとウェブっていうか、一足先に紙面を一緒に見ました。さっきコイリンと一緒にキャーとか言いながら、コイリンとね、最近ありがとう、みんな優しい。ヒーローシカ、ね、アンスタファンの方や。わー、ヤッホー、ヒーローシカ。ミスラはね、うん、ちょっと推しがいっぱいいるんですけど。めっちゃ肌切り羨ましい。スキンケア教えて。化粧水だけです。化粧水だけ、それ以外は何もやってない。スカウト貫通しました。え、それで溜まってきたのに、これがリンリン大好き。あれかな、疲れかな。あの今ナンバレティ公演やってるから、疲れかも多分。あと花粉もあるから、花粉で肌荒れるって聞く、みんな。え、でも去年も荒れてなかったし、春になってからなんだよな。花粉説ない。ほんま、ありがとう。一生肌の話してる。やば、明日ナンバレティ公演でみんな緊張してきた。今日は自動で見よう。もういっぱい目合わせに行って結局湧いちゃうようにします。今日の公演体制よろしくお願いします。イエイイエイイエイ。今日は公演行きます。黄色とどこの化粧水、え、嬉しいで。でもなんか化粧水がちょうどなくなっちゃって、ね、新しいの買おうかなと思ってる。パイナップルは分けちゃえへんわ。おーい、ま、だ決めてない。メロン冷やうならパイナップルも冷やうんちゃうんかい、パイナップル美味しくない？え、パイナップルどう思う、ゆま？パイナップル、うん、え、みそらは果物の中で1番がメロンで2番がパイナップルなんよ。お、好きな順位がな、すごいな、うん、なんか結構あれやな、なんかちょっと王道ではない、うん、でもパイナップルめっちゃ好きやね。私あんまパイナップル自体食べたことないかも、ま、人生で数えるくらい。食べ過ぎたらすごいなんかベロがイガイガしてくるよね。え、そうなん。今日は昔気になってるって言ってくれた後輩ゆうちゃんと公園行く、沼に落としてくれ、任せろ。見てます、今楽しみにしてるね。そう、すっぴんです、ごめんね、みんなすっぴんです。今日みんなのさ送ってくれたやつに対していつも言ったら、花粉かな、無印の化粧水いいね、無印できひんくてみんなごめん。でも私いつもあれかな、ハトムギとか、あとなんかプラザとかに置いてあるなんか、この後もキャマチ入れる、絶対入れる、それビタミンみたいな、絶対入れる、それ予兆やわ。写真劇場でゆまちゃん会いたい、私も会いたい、劇場で会いに来てくれる、会いに来てね、てか会いに来てくれるじゃない、会いに来て、絶対もうこれ確定ね、確定事項、会いに来てくれる。無事にサイナ入りました、わー、すっぴんも可愛い。え、もうみんな優しいんだけど、こんなすっぴんの無加工に対してみんなそんな、ありがとう、優しい、みんな。一時はどうなることかと思ったけど、ありがとう、嬉しい、ほんまに。イベント大変やな、みそらも頑張るね、あと2日で。今劇場に向かってるよ、待ってるね。ミスラウィースにかかったら治らない、治らんで、みんな投げても投げても多分欲しい、楽戦やねんな。ゆまちゃんパワー出してください、当たりますように、当たりますように。ミスラッチなくして次も当たります、これで。あなたは絶対木曜日にならないと完売とかがね、わかんないんですよ。明日2回目の千葉行って、あ、
私の聖地ですから、そこのお店は私が外側のもう家系ラーメンを多分食べたのがそこが初めてなので、リスレスンギ、あれは気分爆上げ、テニス部の爆上げだぜ、ゆで卵みたい、ゆで卵ちゃん優しい、ゆで卵みたいにツルツルってこと、すごい優しい、ありがとう、大変よろしくお願いします、ね、こちらこそお願いします、この対応の対応対応ありがとう、優しい、みんなみんなもハートありがとう、まーちゃんハートありがとう、やばい本当に鼻声なんだけど、公演中寝ないように頑張ります、ね、入れそうです、ね、やったー、寝てる人楽しみにしてるね、ありがとう、タンポポの決心たまに寝てる人いるねんな言うたいねんけどな、眠くなるよな、たまにめっちゃ号泣してる人おる、あ、いるいるいる、めっちゃ嬉しくなる、そこまで感情移入して見てくれてると思 う、 みんな、まあ、あのアップテンポの曲じゃないから眠くなるのもわかんないけどな、うん、ナンバラ何回も出演してほしい、何回も出演したい、みんな本当私さナンバラ行って声楽しみすぎてどうしようと思って、楽しみ本当に、ミスラ久しぶり、でも衣装がさ寒そうじゃない、最初の衣装が寒そうやからドキドキしておる、サラちゃん優しい優しい、いやね、柏餅さ私食べれてない、アイス食べるのめっちゃ遅いねんな、肌綺麗な人ってスキンケア大してしてないしかもね、かも、私のお母さんも肌綺麗なんだけど結構何もやってないかも、ハートありがとう、そんなことはないか、果物はみかん、ぶどう、バナナがたっぷり、でもずっと美味しいよな、私と同い年の頃はそんな化粧水とかで済ませてた、バナナも最近美味しいなって思う、甘いよねバナナって、結構3位は決めれへんかも、1位2位はメロン、パイナップルって決まってんねんけど、3位は結構何でもスーパー戦隊シリーズの歴代の主題がちょっと爆上がりします、それは爆上がりね、さすがに明日頼ろう、地学花瓶でガビン、明日私初ナンバラ夢叶えてくれてありがとう、こちらこそ頑張ります見ててね、ゆうがちゃんもハートありがとう、ゆまがナンバラエティ公演出演するとこ見てていただきますよ、いただきますよ、まーちゃんバラありがとう、そうチャハンさん楽しみ、本当にナンバラ当選してありがとう、みんな当選、私は柏餅はこしあん派です、粒あんはまあ結構得意じゃないか、こしあん派です、わかる、振りコピしてくれてる人もいる、振り簡単やしな、やりやすいよね、どんどんやってください、うん、振りコピ、やばい、当選した瞬間ビハッピー踊り狂ってたいいね、マンゴーが最近ビハッピー、ビハッピー、マンゴーか、マンゴー、やばい、ほんとに鼻がむずむずするし、鼻が荒れやすい、真ん中の黄金センターあたりが一番やばい、マジ黄金センターで眠なる、え、黄金センターで黄金センターで眠なんね、声出したら眠くならんよ、一緒に言おう、うちらもなタイガーファイヤー言うてるよな、うん、一緒にあれで言いましょう、一緒に言おう、タンポポ泣いてる人、泣いてる人、泣いてる人、めっちゃ大号泣してる人おる、たまに、あ、美味しいよな、20世紀梨、梨も何回か食べたことある、梨美味しい、コシアン派です、倉田さんハートありがとう、やばい、ちゃんもグラデーションどうでしょうか、終わり、うん、暴れるよ明日は、早く月末の公演日程出て、みずらさんに会いたい、うん、みずらも会いたい、月末の予定うちらもまだあんま知らんよな、月末、月末、5月末ってこと、うんうん、知らんな、公演うちらもまだ知らん、うん、知らんな、うちらも知らん、ヒノキかな、花粉やねん、でも会いたいな、早く、柏、柏わんこもちくんの誕生日でお祝いしてね、え、パレタ、私知ってるかも、柏、なんかさ、パレタいるよな、そういうなんかわんこと柏もちのなんかコラボみたいなキャラクター、え、ちょっと調べ後で、柏わんこもちくんね、鼻にジッパーつけてたら開けて歯ブラシとかで洗い、ね、掃除したい、いや本当にね、鼻取り外したよね一回、あと目、私本当に目が、あ、冷たい、本当に歯に当たったやばい、いやいや違う、みんなもハートありがとう、今日の後はしばらく声見れないので、みさちゃん目に焼き付けます、おー、もうずっとみたいなこと見てて、今日もキャンマチ当たったら、当たったから、もし入れたら2日連絡、連チャンかな、連チャンになるかも、それはハッピーね、
ハッピーですよ。メロンパイナップル桃の順です。したらもう2日間もう爆上げ爆上げでずっとずっと3位決めてって難しいな。うーん、花具合絶対痛いよ。西馬歌うまいから歌唱力ナンバーけんせいでどうしよう。私歌得意じゃないよ。でもちょっともし次機会があったら行こうかな。リオピチュン、めっちゃオレンジ美味しいなって思ったし、いちごもあの酸っぱいの好きじゃないんだけど、この前友達とユニバ行ってチュロス2本食べていいやん。砂糖つけてくれたらいちごめっちゃうまいやんって思うから。チュロス2本がね私の普段のやつなので。メロンパイナップルはマジで不動、マジで気合う、ほんまに美味しいよな。じゃ前行った焼肉屋の生まだメイクが終わってないので終わりたいと思います。めっちゃ美味しい、生絞りはやばい。うわ怖い、怖かった。雨降ってます。そう雨降ってるって。みんなもしかして傘持ってきてない？持ってきてない。俺は傘持ち上げたことない人生で。だって俺雨打たらへんもん、打たらへんもん。雨よけれる人ってよけれる。でも俺高校の頃から口癖ね。はい、よし岩がよけてから俺座るわ、うん、じゃあ座ります。歌うまい、ありがとう。これは地面に押しつぶされてます。確かに聞いてる誕生日が結構5月多いなと思った。読みます。誕生ハッピーな月ですね。今月13位ゆみ、あ下向いた。13位ゆみ、ちょっと待って、近いと困るな。これこんちゃーす。12位なにわのあきんどさん。11位の原しんのすけのすけさん。10位小山さん。9位すっくん。ちょっと待って、本当にメイクしてないからちょっと近いのは困るな。あーやめてー、間違えた。キュイスー君、8位たしたし、かーん、やっぱ溶けてる。お尻フリフリおじちゃん、お尻フリフリプリプリじゃなくてフリ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 おじちゃん。6位伸びてる、アマたち、アマちゃん、配信できない。5位つれつれさん。4位黒豚さん。3位がシュベルさん。2位ナミテム。1位 MJ さん。いやー嬉しいな、ボイスボイス、ありがとう。みんな走りやんかと思っちゃう。もうダメだ、この携帯はイグニッション切るね。はい、ということで皆さんこの後世代交代全員公演対戦よろしくお願いします。対戦なん対応だよ。トレーゼの恋愛バイバーイ。